皆さんこんにちは、ドローちゃんです。今回の動画はですね、今年の夏にね、野外採取したノコギリクワガタのね、メスをですね、産卵セットを組んで11月のね、半ば過ぎぐらいに動画の方を公開しとると思うんやけど、そのね、産卵セットを張り出す動画、結構ね、幼虫の方がかなり20頭以上やったと思うんやけど、その時出てきたんでね、それをね、今これこんな感じでね、プリンカップの方に発酵マットとね、菌糸に分けて1頭ずつね、入れとった幼虫がもうそろそろね、マットの交換の時期が来たんで、今回はこのね、マットの交換をね、やっていこうと思います。もうかなりね、幼虫の方も大きくなっとんで、どれだけ大きくなっとるか見てね、そしてね、菌糸カップ、ここに今3つあるんやけど、こんな感じでね、結構食いのいい菌糸カップと発酵マットの幼虫、大きさの方もね、ちょっと比べてみようと思います。じゃあちょっとね、早速交換の方ね、作業やっていこうと思います。とりあえずね、このケースの中にマットの幼虫を全部出してみようかね。今回ね、交換する幼虫マットの方がね、これ全部で7頭おるんで、もうね、一気にこれ全部ここにひっくり返してみようかね。11月12日の日に入れて、もう1ヶ月ちょっと経っとんでね、結構幼虫の方も大きくなっとるんでね、オスメスの選別もできると思うんで、とりあえずここ全部ひっくり返してみよう。あ、これまだ2例やな。この幼虫はまだ2例やったな。2例もまだおるちことか。これ3例までいっとうかと思ったら、これまだ2例やったらね、まあ、とりあえずここに全部7頭全部出してみよう。これ2頭目、ほら結構やっぱ大きいもんね。これはもう3例やね。これだけもう差があるもんね。一応こんな感じやね。全部今出してみたけど、どうかな。なんかこれメスおらんのやないの、これもしかして。今ここ全部出してみたんやけどね、結構大きいね。あー、これがメスか。うん、ちょっとこれオスメスちょっと見てみようかな。これは多分オスと思うんよね。これはオスやね。頭が若干やっぱ小さいな、メスは。これがメスかな。これはメスやね。卵巣がほらここ出てますね。オスとメスでこんな感じ。やっぱ若干ね、一回りぐらいノコの幼虫もやっぱね、頭がね、ほんと一回りぐらいやね、小さい。左がオスでね、右がメスなんやけど、まあでも大きさはそんなにね変わらんね。
246と7と1と20やね。でこれね、これもね11月の12日同じ日付でね、これは禁止カップに入れとった幼虫やけど、全部でね禁止は10頭入れとんやけど、この3頭がね極端にね食いが早いんで、今回はこの3頭をね交換してみようと思います。これもちょっと一気に全部ひっくり返すかな。とりあえずこれ1頭目、マットと禁止でどれだけ差が出たんかな。あんまり差が出てないと思うんやけどね。ノコはマットがいいんか禁止がいいんか、とりあえず出してみて。どうもね禁止はねマットに比べてやっぱ差が出とるんよね。ああそれでもやっぱこれか、大きさあんま変わらんね。とりあえずこれ1頭、じゃあこれ2頭目、ほんと差はないね、そんなにマットも禁止も。まあ最終的にね成虫になってみらんとわからんけど、今の時点ではさほどねそんなに大きさに差はないね。これはメスか。さっきのこれは、あこれはオスっぽいな。そしてこれがラスト3頭目。ここにおるね。これオスかな。あこれオスっぽいな。とりあえず今3つで出してみたけどね、これほんと大きさあんまり変わらんね。これが禁止の幼虫、大きいのちょっと比べてみようかな。というわけで今ねマットと禁止ちょっと分けてね全部出してみたんやけど、これ大きさあんまり変わらんね。実際今のところの大きさ自体はマットの方が大きなっとんかな。どうなんやろ、ちょっとこれグラム測ってみようかな。ちょっとこれね大きそうな幼虫だけねグラム測ってみようと思います。でちょっとねマットの方から測ってみようかね。大きそうなのがこれ、まず1頭目 5g 4g 5g 刺しとるね。もう1頭2頭測ってみようか。これもそこそこ上がっとるな。これで、あ、やっぱ一緒やね。4g。これはどんなかな？あんまりね、変わらんと思うけど、やっぱ4g やね。じゃあちょっと菌糸の方を測ってみようかな。菌糸カップで上がってきた幼虫。これは何グラムいったのかな。あ、やっぱもう一緒やね。今の時点では差はあんまりないね。これも一応入れてみようかな。あ、もう一緒。
今の時点ではね、比べてもあんまり差は出てない。じゃあ今からね、新しいカップに入れていこうと思います。これね、入れ替えるカップはこれ200のプリンカップなんやけど、これにね1頭ずつ入れていきます。これが最後の一番小さいけど、これが2で、これにここに入れます。これで終わりやね。今度はね、菌糸の方を入れていこうと思います。やっぱ手袋するとやりにくいな。200のカップね、これに入れます。これが、これはメスやな。卵巣がある。これはメスや。というわけでね、今ね、全部で10頭マットと菌糸それぞれのねカップに入れ替えました。今の時点ではね、グラムさっき測ってみたけど、全くね大きさに差はありませんね。これが今後成虫までどれぐらい差が出るかは分からんけどね、今の状態では全く分かりません。とりあえずね、発酵マットも菌糸も、まあノコの場合はね、今のところ大きさにそんな差がありませんでした。でおっちゃんの方はね、このノコの幼虫たち、これね、次回交換がいつなるか分からんけどね、次回交換の時もね、このね200のプリンカップでね交換してみようと思います。最終的にね、羽化までこのノコの幼虫たち200のプリンカップでね、ほんと羽化までね持って行ってみようと思います。このねカップの底の直径がだいたい8センチぐらいあるんでね、ノコの幼虫これ成虫までね、最後までいけるんじゃないかなと思うんでね、ちょっとね禁止瓶にね入れ替えることなく、成虫までねプリンカップで飼育してみようと思います。今回はね、野外サイズのノコギリクワガタの禁止カップと発酵マットのね入れ替えの動画になりました。